中学受験計算達人への道今回は第22回複数のの資格をを求める計算丸1日の利用をやっていきます今日やるね資格を求める計算はいつもと違って問題を見てもらったら分かる通りそう資格がね1個だけじゃないんだよね。2個出てきたり問題によっては3個資格が出てくるっていう問題をやっていきます。 こういった問題はね今までの逆算の考え方では実はねちょっと解けないんだよねだからちょっと特別な考え方が必要になりますしっかり今日もポイントがあるからそれを押さえてもらうと絶対ねこれを見てる皆さん解くことができるから今日も一緒にポイントを確認していきましょうじゃあいくよはい早速いきましょうポイントです複数の四角が出てくる問題2個とか3個四角が出てきた場合 どうやって解くかって言ったら、実はこれ、比を使います。どういうことかっていうとね、その分からない四角を、比の丸一と置いてしまうんだよね。丸一と置いて、あとは計算をしていく。イコールの左と右をそれぞれ計算していく。そのことでね、問題が解けるようになります。 どういうことか、早速今日の例題でね、一緒に確認していこう。いくよ、例題です。四角に当てはまる数を答えなさい。四角には同じ数が入ります。ということでね、括弧一番。二点二かける、四角引く。四角かける、零点七は、零点七五。ここの四角には、同じ数が入るよ、ということです。ということで、こんな風に、四角が二個とかね。 いいいっっぱい出ててきたらどううするかっていうとそうさっきも言ったようにねこの四角を一っていう比でおいてくださいどういうことか書くよこの四角を一、これを一っていう比にしちゃうんだね OK そうすると問題が 2.2×1×1×0.7 は0.75 っていうね、日の問題になるんだよね。うん。これ計算、みんな慌てなくていいよ。よく見たらね、ちゃんと解けるから、じゃあ一緒に確認していこう。いくよ。まず計算するのは、そう。この掛け算の部分から見ていくね。イコールの左側の式だけみんな見てください。そうすると、2.2×1。うん。これ計算できるよね。日の1を、 2. 2倍しますってことだからそうそのまんまこれははい丸2 2となるはずです。いいからそして引く次も同じ丸1を0.7倍しますってことだからそう丸1を0.7倍したらもちろん丸0 7となるよね。 いいかな。はいイコールの右側0.75はそうこれは当然ねそのまんまだねはいここまでいいでしょうかそしたら次二2二っていう比引く零点7はいこのね比同士の引き算できるよね二2二引く零点7引き算するとそう当然一点5となりますいいでしょうか はい、これがね、0.75と、いうことだね。はい、ここまでできたからそしたらね、丸1.5が0.75ってことは、うん、もうみんな計算できるから丸1は、いくつかな、と。言ったら、うん、こういう問題って、相当算っていうね、問題の時にみんなやったの覚えてるうん、これね、この後当然割り算していくんだけど、みんなこれ割り算、何割る何か、 ちゃんとわかるかなうん、これ気をつけてね。例えばね、みんな、丸2が、例えばよ、6ですっていう問題があったときに、丸1っていう日はいくつかなって言われたら、どうやって計算するそうだね。これって、6を半分すればいいんだから、6る2を計算してね、3って出すと思います。つまり、割り算はね、この右の数字、右の数字、 割る比の数字をして計算するよね今回も気をつけてください今回は右の数字0.75だよね比の数字は1.5つまり0.75割る1.5をするんだよ OK? はい0.75割る1.5はいこれ計算するとうんこれ筆算していいよ計算するとね え、これが0.5となります。いいでしょうかということで、丸1。つまり四角のことだよね。四角は0.5ということです。できたでしょうかこんな風にね、四角がいくつも出てくる場合はね、その四角をね、日の丸1と置いてしまったら、もう皆さんね、簡単に計算することができるから、しっかりとね、まずこの一つ目のポイント、押さえておきましょう。 じゃあ、この調子でね、カッコの2番やってみようか。いくよ。カッコ2。5× 四角足す 6÷2 引く四角は19。はい、今回もね、四角が2つ出てきてるから、最初にやることは何かなそうだね。この四角を丸1と置くんだね。じゃあ、書き込んでいこう。この四角を。はい、丸1と はい、してみます。できたからそしたら、はい、このイコールの左側、まず見てください。はい、今回ね、掛け算、割り算、あと足し算、引き算があるよね。計算の順番は、そう、もちろん、掛け算、割り算から計算していくよね。じゃあ、やっていくよ。まず5、5×1。1を5倍するんだから、そう、当然これは、 丸5だよねそして次 6÷26÷2 は計算してそう当然3です。引く丸1は19だねはいここまでいいからそしたら次このイコールの左側ねはいこっち見てねこれってみんな次どういう計算をするかなうん。 足し算引き算が残ってるからね。まあ当然前から計算していくっていうことなんだけど、ちょっとここでね、みんな、日のことをもう一回復習しよう。よくね、間違いやすいから、ここ。はい。今回の注意するポイント、ここの注意を見てください。何かって言ったらね、例えば、一数字の掛け算、丸1かける丸2ってみんないくつかな。うん。これはいいね。 1> 丸1を2倍するんだから、当然、丸2です。これはできるね。次、丸1割る2はって言ったら、うん、比の1を2等分する、ね、2個に分ける、割るにするってことだから、そう、当然これは、丸0.5。まあ、あとかね、分数で、もちろん、丸2分の1と、 はい、答えてもらって OK です。ここまではいいよね。そしたら次ね、丸一たす二はいくつでしょうって言われたら、みんなこれっていくつかなうん、これ間違ってね、丸三とか答えてしまう人いないうん、これダメだよね。だって、みんな、火って何かって覚えてるそうだね、火って何かって言ったら、簡単に言うとね、丸一っていう例えば火は、これは、一塊。まあ、つまり、 簡単なね、言葉で言うと、一袋。ね。何か袋にね、何個か入ってるっていう状態。一袋っていう意味と同じ意味です。つまりみんな、一袋と2個足したら、いくつになりますかって言われたら、これ計算できるから、そうだね。袋の中に何個入ってるかもわかんないし、ね。2個と足してもいくつになるかってわかんないよね。当然、一袋に2個足したら、3袋になる。袋が3袋になるっていう、そんなミラクルは起きないよね。 そうだよね。だから、こんな風にね、一数字の足し算は、これ、計算できないから気をつけてください。そして、同じように、丸一引く二みたいに、一数字の引き算も、そう、これも計算できないよね。一袋から二個引いたら、ね、何袋になるか、何個になるか、わかんないよね。一袋の数がまだわかんないんだから、当然これも出すことができません。だから、こんな風にね、 一数字の足し算や一数字の引き算は当然だけど計算できないから気をつけましょう。じゃあ、過去の2番の問題戻るね。つまり、丸5足す3って計算できるかって言ったら、うん、これ計算できないんだね。じゃあ、このね、イコールの左側、どこも計算できないかって言ったら、うん、そんなことないよね。できるとこがあります。どこかっていうと、当然。丸5と 1>, 丸1の引き算ね。引くっていうのはみんな計算できるよね。そうだね足し算引き算混じった場合はそう計算の順番って好きなとこから計算してよかったもんね。大丈夫かな一応これもね不安だから確認しておくと例えばね 2+ えー、そうだな 2+5-1 っていう例えば問題があったらね 前から順番に計算してもいいけど、例えば2引く1を計算して1、そして最後5を足して6だって出すこともできるよね。いいかなということで、よいしょ。今回、計算できる、よいしょ。えー、から1を引くっていう計算からやっていこう。はい。じゃあいくよ。○5 引く丸一計算して、 とこれが丸4ですはいそれに3を足すそうしたら19だよということだねここまでいいでしょうかはいそうしたらこの後です丸4たつ3もう計算できないねそして19も当然計算できないじゃあみんな丸4っていくつかなって言った時にうんもしかしたらねこの後 丸4がいくつか分かる人もいるかもしれないけど、ちょっと悩む人もいると思います。ということでね、こんな風に四角がいくつも出てくる場合ね、これ以上計算できないってなった場合に、皆さんの力になる解き方があります。それがね、ポイントの二つ目です。これもしっかり押さえよう。はい、ポイントの二番。四角をね、丸1と置いた後、その後ね、すぐに丸いくつが、いくつかっていうのが出せない場合、どうするかって言ったら、そう。 次にやるのは線分図をを使ってて求めてくださいはいどういうことか今回4に3を足したら19になるんだね。OK?4、OK、に3を足したものと19が同じです。このことをみんな線分図で表したらもう問題が解けます。 じゃあね線ブーツの書き方一緒に確認していくよはいじゃあ先生ここに書いていくねはいじゃあもう適当な長さでいいですはいまず線を書いて丸4はいそしてそれに3を足すじゃあこのくらいにしとこうかなはい丸4に3を足した大きさはいこれね端から端までとしますいいかな はい、今先生、イコールのこの左側の式を、まず書いたんだね。OK? これが、はい、イコールの左側の式です。じゃあ次、イコールの右側の、はい、やつはって言ったら、そう、これは19っていう数字だけだったね。はい、19。じゃあみんな19ってどこまで書けばいいか、ちゃんと大丈夫そうだね。丸四に3を足した、この端から端までと同じ長さなんだから、 よいしょ。はい。同じ長さ。当然、揃えて書いてください。はい。この端から端まで。これが19なんだね。OK? ちゃーんと同じ大きさ、綺麗に上下で揃えて書いてね。いいでしょうかということでね、線分図はこれで出来上がりです。あとはね、みんな、線分図を見たらわかるはずだよ。 うん。どこを見ればいいか。大丈夫気づいたからそうです。丸四のところ、はい。しっかり見てください。日の丸四日を見てね。そうすると、この丸四って数字で言うと、いくつ分になってるかっていうのに気づくんじゃないそうだね。これいくつかって言ったら、端から端まで19。で、ここが3だよ。ということはここはって言ったら、そう。引き算で出せるね。 19から3を引いてください。19から3を引くと、そう、ここが16とわかります。できたかなということで、みんな、丸四が16なんだってわかったよ。はい、書いてくれ。丸四は16とわかりました。お、ということはもういけそうだね。丸一はいくついったら、そうです。 あとは16を4等分すればいいんだね。16÷4。計算したらそう、当然4となります。ということで、一が4。つまりね、四角は、当てはまる数はね、4だよということです。いいでしょうか。こんなふうにね、イコールの左側と右側をね、一と置いた後、計算して、その後ね、すぐに丸が。 丸の日が出せない場合、どうすればいいかって言ったら、線分図を書けばね、簡単に解けるよということです。ここまで押さえておけばね、もうみんな、次のね、カッコの3番も大丈夫なはずです。じゃあ、次のカッコの3もやっていこう。カッコ3。四角かける6、足す14は、四角かける9、13。はい、今回もね、四角2つ出てきてます。はい、ただね、こういう問題になっても全く同じ。 どうすればいいかって言ったら、そう、四角を、まず、はい、丸一と、はい、最初に置くんだよね。できたかなそしたら、あとは、イコールの左と右をそれぞれ計算します。はい、イコールの左側、イコールの右側、それぞれ計算していくよ。はい、じゃあ行きます。まず、イコールの左側、見ると、掛け算足し算だね。そう、もちろん、 掛け算から計算するね。丸かける6 × 6計算すると、そう、う丸六になるね。たす14。は、次です。次、イコールの右側。右側。これも掛け算と、そして引き算だね。はい、掛け算から計算します。一かける9 × 9計算すると、そう、う丸九です。 ここまでいいかなそしたら次イコールの左側す計算これはそうできないよね一数字はね当然足し算できませんそしてイコールの右側丸これもそう計算できないよねということでこれで終わりですじゃあこのあとどうやって解けばいいの言ったら そう、ここまでもう計算してしまったら、この後は、さっきも言ったように、線分図を使って解いていくんだね。じゃあみんな、今回もちゃんと線分図、丁寧に書いて考えていこう。いくよ。はい、じゃあ先生、ここに線分図書いていくね。はい、じゃあまずは、イコールの左側、丸6たす14を書くね。はい、じゃあここからここまで、丸6。 はい、それに、14。じゃあ、このくらいにしようかな。はい、そして、次。次は丸、引く1 3イコールの右側の式を書いていくね。丸九から13を引いたら、さっきと同じ長さになるんだね。o、OK? k 丸九から13を引いたものが、さっきと同じ。つまり、この端から端までと同じ長さになります。つまり、 よいしょ丸9ってねさっきの端から端までもうちょっと長めに書かないといけないねはいこんな感じかなよいしょはいそれからこの丸九から13を引いたらさっきと同じ長さここになるんだねつまりここが13ということですはい皆さんできたでしょうか OK? 今回の線分図。ね。ちゃんと同じところがね、どこなのかっていうのを気をつけてね。線分図丁寧に書いてください。そうすると、ここまで書いたら、もうあとはね、線分図を見ていけばいいだけです。はい。ということで、みんな、どこを見たらいいかわかるかなうん。しっかり線分図見てね。そうすると、みんな、この二つの線分図のね、日の違い。日の差のところを見てください。日の違い。どこかって言ったら、 よいしょ。はい。この丸6ってここからここまでね。丸9ってここからここまで。つまり、よいしょ。はい。日の違いって、ここから、よいしょ。ここまで。これって丸9から丸6を引いた。そう。丸3だよね。ここまでいいかな。うん。そしたらこの丸3って、 みんな、具体的な数字だと、いくつになってるかっていうのは、ちゃんと見つけれるから。そうだね。この丸三数字だといくつって言ったら、ここが14、ここが13だから。そう。14と13、足した大きさになってるよね。ということで、よいしょ。ここの丸三っていうのは、14と13を足した、27になってるっていうのに気づくはずです。いいでしょうか。ということで、 じゃ、あ書いとくよ。丸三が27と分かりました。あ、ということは、みんなもう丸一出せるね。丸一はって言ったら、そう、27を3等分すればいいんだから、2 7丸3計算して、そう、9となります。ということで、今回の答え、四角丸一は9ということです。できたかな はい。こんな風にね、線分図書くのもね、少しずつ慣れていきましょう。じゃあ次、カッコ4番です。カッコ4。5× 四角割る ÷2 は、カッコ 2× 四角足す 11÷3。はい。今回もね、四角2つ出てきたけど、そう。解き方は今までと同じです。四角を、そう。丸1と。はい。ひで置いてください。 いいでしょうかじゃあ、計算一緒にしていくよ。はい。今回、まず、イコールの左側。見ると、掛け算割り算が混じってるね。そうです。最初に計算するのは、掛け算から。はい。5 ×一だね。計算すると、丸五です。割る2。はい。いいかなそして、次。 イコールのこの右側。はい、見ると、カッコがついてるね。だから、カッコの中から計算するんだけど、カッコの中、掛け算足し算があります。だから、掛け算から計算するよね。はい、2かける丸1。当然、丸1を2倍するんだから、丸2だね。たす11。割る3です。 はい、ここまでいいでしょうか。そしたら次、イコールの、はい、左側。もう一回見るね。そうすると、丸5る2ってなってるね。丸5を半分にしてください。となってます。はい、つまり、これ計算すると、丸5る2うん、2.5、丸2.5って出してもいいし、じゃあ先生ちょっと分数で書いておくね。はい、丸2分の5と。 はい。オッケー 5÷2 でね、2分の5と分かります。そして次、イコールの右側。みんなこれって計算できるうん。丸2足す11が計算できないよね。ということは、ここが計算できないんだからね、その後のね、÷3 も計算できないんじゃないかなと思う人いるかもしれないけど、はい。ここでね、最後のポイントがあります。こういったね、カッコがついた問題でね、 実は差がついてくるからここのね最後のポイントしっかりみんな覚えておいてね。じゃあいくよこの赤色のここで差がつくののある掛け算の問題ですどういうことかっていうとみんな計算の決まりで分配法則って習ったの覚,覚えてるうんそういうの習ったよね。で分配法則って実はねこういうのもあったよね。 例えば、括弧あたすいかけるうあとかいとかうには何か数字が入ります。この時、どういう計算をすればいいかって言ったら、うん。じゃあね、ちょっとね、すぐ思い出せない人いるかもしれないから、具体的な問題でちょっと確認してみようか。括弧三3分の2引く4分の1、かける12。 はい。こういう問題があった時、みんなどうやって計算するそうだね。括弧の中を、まず、通分。12分ので通分してね。で、その後、12をかけるっていうことももちろんできるよね。だけど、他の解き方で、そうです。こういうふうに、括弧と数字の掛け算の問題が出てきたら、先に、12と、 のの中の数字よいしょほんだなじゃあ先生色つけて分けるね括弧の中の3分の2そして4分の1それぞれの数字と先に掛け算をしちゃう先に掛け算をしちゃうはいこうやって解いてもよかったよねつまり3分の2かける12 計算すると、うん。ちょっとここに書くね。3分の2かける12。はい。計算すると、はい、これって8になるね。ちょっと書いとくね。3分の2かける12。そして次、4分の1かける12。ね。4分の1と12をかけ算します。はい。4分の1かける12。 はい、これ計算すると、4と12で約分してね。はい、3となります。そして最後、引き算をするよと。はい、そしてね、はい、8と3になるから、よいしょ、8引く3で5になると。とこんな風に計算してもよかったのはみんな覚えてるうん、これ忘れてしまってる人がいたらね、もう一回思い出しておいてね。 分配法則ってこんなふうに括弧と数字の掛け算の場合ね先に掛け算からするよというのもね分配法則としてありましたつまりたすいかけるうっていう掛け算があったらどういう計算ができるかっていったらはいさっき言ったように先に括弧の中あーといそれぞれと掛け算をね先にしますはい書くよ はい。緑色のあと、うを掛け算。そして、オレンジ色のいと、うを掛け算。そして、最後、足し算をする。はい。こんな風な計算もできるんだね。ここまでみんな思い出したから大丈夫じゃあ、そしたらね、今回の問題だけど、今回はね、カッコと数字の割り算だったよね。じゃあ、先生、割り算の場合はどうするんですかって言ったら、 そう、この場合もね、慌てる必要はないです。だってみんな、はい、ここの米印です。割り算の時はどうするかというと、割り算は、分数の計算でやりました。逆数の掛け算にすることができたよね。いいでしょうか。つまり、今回だったら、この割る3っていうところ、これをどうするかって言ったら、 よいしょ。はい、この割り算をね、掛け算にして、そして3の逆数。そう、3の逆数って言ったら、3はね、1分の3だから、これの逆数、ひっくり返すんだね。つまり、3分の1としたらいいよ、ということです。いいでしょうか。そうすると、カッコの中、じゃあ色分けしとくね。 丸二と。そして、11。それぞれと、まずは三分の一の掛け算ができるってこと。OK? じゃあ、やっていくよ。はい、イコールの左はそのままね。二分の五。そして、はい、次。丸二と、まずは三分の一の掛け算だね。OK? はい、じゃあ、3分の一ここ掛け算していくよ。 はい。丸2かける3分の1。計算すると、そう、当然、丸3分の2だね。そして次、11と3分の1の掛け算。11かける3分の1。ね。計算すると、そう、当然、3分の11だね。はい。ここまでできたでしょうかはい。じゃあ、ここまでできたらね、もうみんないけるね。丸2分の5と、丸3分の2たす3分の11。 これが同じなんだから、そう、千分図はとは変えていけばいいんだよね。はい、じゃあやっていこう。はい、イコールの左と右。ね、それぞれ千分図書いていきます。いくよ。イコールの左側。これは、そう、もう二分の五っていう分数なんだね。はい、端から端まで二分の五。そして次、三分の二。 っていう人、丸3分の2と3分の11を足したやつね。それがさっきと同じ長さになるんだね。OK? ということで、よいしょ。3分の2はちょっと短めに書いとこうか。よいしょ。3分の2。はい、これに3分の11。これを足したら、 8から8までね、同じ長さになるんだね。はい、ここまでできたでしょうか。そしたら、あとはね、線分図を見て考えればいいだけです。うん、みんな、線分図、どこか分かるとこないから、よく見てよ。そうです。どこが分かるかって言ったら、この3分の11。これが、丸いくつなのかっていうのが計算できるんじゃないそうだよね。どうやってここ出せるかって言ったら、丸2分の5から、 丸三分の二を引いたら出るとこだよね。うん。じゃあ、ちょっとここね、計算しよう。じゃあ先生、ここに書くよ。二分の五、引く、丸三分の二だね。はい、丁寧に書いときます。はい、通分しますね。二分の五引く三分の二。通分すると、六分の十五、引く、六分の四だよね。 計算すると、六分の十一となります。できたかな。はい、書いていくね。ここ六分の十一と分かりました。はい、そしたらね。丸六分の十一が三分の十一と分かったので。はい、書いていくよ。丸六分の十一。これがね。三分の十一と分かったので。そうです。丸一が出せるはずです。 丸一はって言ったら、そう、計算の順番これ間違えないようにね。割り算、何割る何をするかって言ったら、そう、右の分数割る左のひだね。右割る左だよね。3分の11割る6分の11です。はい、最後これ割り算計算してください。はい、ちょっと先生じゃあここに書こうか。3分の11割る分数の割り算は、 そう、掛け算にして、後ろの分数、逆数にするんだね。はい、約分します。11と11、約分して1と1。3と6、約分して1と2。つまり、2となるね。はい、ということでね、丸一は2ということです。できたでしょうかこんな風にね、四角が、まあ、いくつも出てくる問題でね、カッコがついてる場合は、分配法則を使うってことね。 このの分配法則のやりり方もしっかり覚えてておいいくださいそしてね括弧のついたね数字との割り算の場合は割り算を掛け算にしてそして逆数のね、えー、掛け算にするってことこのこともねしっかり押さえておきましょうもうここまで押さえたらねもうどんなね難しい問題が出てきてもみんな大丈夫だよじゃあそしたらね最後特別問題過去5今度は四角が3つ出てくる問題 え、先生、3つで大変そうと思う人いるかもしれないけどね、大丈夫。今までのね、もうポイント使えば簡単に解けます。じゃあ、一緒に確認するよ。過去四 64× 四角引く 32× 四角は 16× 四角足す8。はい、今回もね、四角が3つ出てきてるけど、怖くないです。まずはどうするかって言ったら、そう。四角を丸一と置くんだね。 はい。じゃあみんな、今までと同じように置いていこう。OK? そして、あとは、イコールの左側、イコールの右側、それぞれ計算してください。じゃあ行くよ。イコールの左側見ると、掛け算と引き算があるね。だから、掛け算から計算すれば OK です。はい。64×1。計算すると、うん。丸64だね。 そして、3 2 ×一計算すると、三十二だよね。次、イコールの右側。はい、これもね、掛け算足し算があります。はい、まず計算できるのが、掛け算だよね。1 6 ×一計算すると、丸十六たす8だね。ここまでいいかな。そしたら次、イコールの左側を見ます。そうすると、 丸64引く丸32。はい、非同士の引き算です。はい、計算できるね。計算すると、引き算したら、丸32ってなるね。はい、そして、イコールの右側。丸16足す8。うん、これは大丈夫ね。計算できないよね。はい、一数字は足し算できなかったから、そのまんまです。はい、ここまでいいでしょうか。 そしたらこの後、この後は、そうです、線分図で考えていくんだね。はい、じゃあ線分図先生ここに書いておくよ。イコールの左側と右側分けて書きます。イコールの左が丸32。はい、いいかな。そしてイコールの右側。はい、これは丸16に8を足すんだね。そうするとさっきと同じ大きさになるんだ。 OK? だから、よいしょ。じゃあ、どうしようかな。丸16、このくらい。それに、8を足したら、はい、さっきと同じ長さね。はい、揃えてください。ここまでできたかなはい、じゃあ、あとはね、みんな、線分図を見て、わかるところね、ないかな、というふうに考えていけばいいんだね。そうするとみんな、わかるとこがあるよね。うん、どこかって言ったら、 この8っていう数字が丸いくつかということに気づくはずです。うん。はい、ここいくつかって言ったら、そう、丸32から丸16を引いた大きさだよね。はい、32から16引くと、そう、16となります。つまり、丸16が8と分かったんだね。丸16は8なんだ。はい、書いておくよ。丸16は8なんだ。 つまり「一は」って言ったら「そう割り算だね」o、OK、k 8割1 6だから気をつけてよ右割る左ね8割1 6はい計算するとこれが0.5となりますということでね答えは0.5ということですいいでしょうかあちなみにね先生括弧の1番とか括弧の5番でね 小数で0.5って書いてるけど、もちろんね、これ、あの、分数でね、2分の1と答えてもらってもいいよ。OK。はい。ということでね、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。えー、このね、四角がいくつも出てくる問題ってね、結構悩む人多いんだよね。でね、先生もいろんな問題集とか、インターネットとかでも見てみたんだけど、なんか解き方がね、分配法則でね、説明してたりする問題集とかもあるみたいなんだけど、 分配法則でね解けないことはないんだけど実はね分配法則だとね解ける問題と解けない問題があるんだよね。かっこ1番かっこ2番ぐららいだだっっったた解解けけけるるんだけどねととかかにななちゃうと解けなかったりするであとはね問題集によってはね中学生のね方程式っていうねちょっと中学生の知識を使って説明しちゃってるねなんか参考書とかもあったりしたんでね。 多分、中学受験を勉強する皆さんにとってはね、なんかそういうのを見るとね、混乱しちゃうんじゃないかなと思って、これはちょっと授業しないといけないっていう、ちょっと先生もね、あの、危機感を覚えてね、今回授業してみました。ぜひね、この問題悩んでる人のね、助けに、この授業がなったらと思います。ということで、次回の授業もですね、資格を求める計算、丸2っていうことで、今度はね、資格同士の掛け算資格、資格かける資格の 四角に当てはまる数を求めなさい。みたいなね、問題。え、それもね、やっていきます。それはね、ちょっと特殊で、比じゃなくてね、別の解き方で解いていく問題になりますので、次回の授業まで見てもらえると、四角がいっぱい出てくる問題はね、もうどんな問題も解けるようになりますので、ぜひ次回の授業もね、楽しみにしておいてください。ということで、次回の授業もぜひご視聴よろしくお願いいたします。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。